はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。タポンです。タポンが実況する、コールオブデューティーワールドウォーズ、今回はですね、こちらの、塹壕のね、多いところで戦っていくんですけども、今回も空挺師団使って、今回使う武器は M1 ガーランド、このロマンあふれる銃を使ってね、戦っていこうかなと思います。この銃の特徴はね、8発弾が入るんですけども、まあリロードしたらわかると思うんで、お楽しみにしてもらえばいいかなと思います。まあ2発キルができる、まあちょっと遠距離型の、アサルトライフルですね。まあ2発キルができるので、ああいうところはしっかり当てるけど、今のねリロード音、これはロマンあふれますよ。カキンってね。まあ、昔の銃っていうのはマガジンが、ない時、まあ、マガジンがなくて直接弾をねこうやって、込めるんですけど、その時にねこのクリップをね、飛ばします、この銃で。今回で言うと歩兵ではないので、弾がね結構きつくなるシーンが多いんですけども、あと13発かなになるんですけど、まあ、ガンガンリロードして、まあ、スコープをつけてるので、まあ、構える速度を上げてます。はい、偵察機。よし。あと、偵察機。OK。破壊されたね。今回スコアストレイクは結構低めで回してます。だから5キルすると一気に3つ、6キルすると3つ出るのかな。なんでガンガンこれでスコアストレイクを出して戦っていこうかなと思います。偵察機が出たらね、対偵察機で落とせばいいだけなので。上空に敵の偵察機、盗聴器発進、頼むぜ。はい、偵察機渡して、やん、ナイス。STG 拾って、後ろ対偵察機があるね。結構出入りが激しいね。歩兵つけてないんでね、弾32発、ちょっと継戦能力は、そんなないんですけども、まあまあ振り歩だから大丈夫でしょう。で、今回ちょっとスモーク持ってきてるので、スモークでコンカッションか。ちょっとね、空挺使うときはね、おそらく多分、スモーク持ってきた方がいいと思いますね。どう来る？ヘッドショットいただき、リロード。奥にいるな。足音するぞ。リロードします。リロードがかっこいいね。よし。2発キルはできるんで、非常に当てればね、強いですから。さっきから同じ人しか倒してないけど、大丈夫か。さあ、1位か。どう来るか。弾補充して。よし。上空に敵の偵察機。傍聴機発進。傍聴機。偵察機が索敵を行う。奥にいるね。爆撃。ナイス。で、これでケアパケまた出せます。ガンガン回していきましょう、スパストリーク。ああ、やられちゃった。敵の救援物資を観測。敵の補給を阻止しろ。いたね。走るのが早いです。空転したんなんで。で、偵察機。俺のケアパケ、よーし、リロード。どこだ、よし、あっ惜しいな。はい、落とします。偵察機出します。いただきます。おっ、オッケー、リロード。よし、この距離はね、この銃強いですよ。使
使いこなすでなかなかね、結構難しいと思うんですけど、まあ慣れればね、そんなに苦ではないかなという。偵察飛行を終える。さあどう来る、向こうでやり合ってるかな。ちょっとこっち来そうだけど、はい、偵察機準備よし。よし、盗聴器発進、航空機と偵察する飛行開始。ケアパケもう一回出したいね。救援物資の投下地点を知らせ。ケアパケゴー。救援物資を投下、投下地点を防衛しろ。いてててオッケー、リロードして、ちょっと STG 借りますね。弾がないんで。何が出るかな。放射砲、放射砲が位置についた。撤去を行い、偵察が任務を終えた。起動する。偵察飛行を終える。オッケー、敵の戦闘機乗りだ、下がれ。放射砲の清射を行う。ああそういうこと。危ない。大偵察機が飛行中、航空機と交差する。ガンガン出します。あーやれちゃった。やばい、ターンうまい。よし、リロードして、あと4点だね。後ろいるな。あーん、対偵察機は任務を終えた。起動する。偵察飛行を終える。ただ早いとこ勝負決めたいぞ。一人いたな。うわー、シャベル持ち。シャベル一撃なんだよね、接近戦ね。確か結構多いですよね。最近振り子よく見るかな。早いとこ勝負を決めたいですね。あんまり振り子は長引かせるといいことがないので、ちょっと早めに勝負をつけたい。よし、2発キルはね、この銃の強みですから、生かして戦いましょう。前段外したわ今。よーし、リロードします。ああ、ショットガン。あれは迷うな、使いどこが。ファッションの中に入れて。いるね。よし、はい。というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっと低スコアのね、スコアストリークで回したのが良かったかなと思います。この人のショベルと、これは100式かな。うまく、あれだね、こう走り回って戦ってる感じですかね。ナイスキルです。はい。というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、ガーランドもね、うまく使いこなせば、すごくね、使えるいい銃なので、まあ、リロードも楽しみながらね、ぜひ皆さん使ってみてください。というわけで、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。